荒川ロックゲート、荒川ロックゲートは東京都を流れる荒川と旧中川を結ぶ公門である。江戸川区小松川に所在する。2005年10月1日に完成し、10月3日に供用が開始された。荒川と隅田川の連絡、荒川と隅田川に挟まれた隅田区、江東区、江戸川区にまたがる地域の水上交通の確保を目的としている。 震災時には救援物資輸送路としても利用される予定。通行課の信号荒川と旧中川は高東地区の地盤沈下のため水位の差が最大3.1メートルに達することもあり、長い間船舶の運行ができない状況となっていた。しかし、水上交通が大震災時等に有効であるということから改めて水路が見直されることになり、この地に拷門が作られることとなった。 このような背景から荒川ロックゲートは阪神大震災クラスの地震にも耐えるように設計されている。荒川ロックゲートの利用時間は8時45分から16時30分までで利用料は無料である。船舶の長さ、福音、高さ、船底高の条件を満たす船舶であれば原則としていかなる船舶でも通行可能である。ただし、 水上オートバイは荒川及び旧中川の通行を禁止されていることから、拷門も通行することはできない。通過には約20分を要する。拷門通過中の東京水辺ライン線上から東京水辺ラインでは土曜日の特定日に荒川ロックゲートを通過する観光船を運行している。ただし、観満の関係等で毎週運行されるわけではない。ありがとうございます。